どうあがこうがお前に勝機はない。ねぐらいには俺のことを親だと思ってくれてるようだな。お前は自分の武技を信じていない。俺は強くなりたかった。誰よりも強く、お前から受け継いだ技をどうやって信じろってんだ。二人ともありがとう。絶対勝ってくるよ。そう、この俺が師匠になっちゃったよ。この人は西本寺さん。俺が前にいたジムの後輩だ。先輩。サルノゴンバーター、この笑顔だけど、寝技はバラ反対。171cm、西本寺警備保障者格キング。俺は必ず勝つ。正義に敗北などない。手のデストロイヤー、この春をデストロイ。14キログラム、懸願試合成績40勝3勝だ。アコヤ最終。こちらは今井選手と対照的に競技で試合に臨む。さあ、3回戦に駒を進めるのは考察王か。で、河野選手の猛攻を防ぎ切った手引きの構えだ。アナドレン、貴様の土俵には付き合わん。これは、うん、どういうつもりだ。おいおい、マジかよ。試合は序盤から意外な展開。マジ、河野春夫の打撃を完封したアコヤ選手です。フェイントから左のインラン。アコヤ選手、ビードオーダーにせず視界点蹴り。空振りに終わりましたが、今井選手素晴らしいターン、立派だ。ナックルで皮膚を裂くアコヤ選手の、いつものアグレッシブさが鳴りを潜めている。うーん、だが両者射程内に入った。わざと受けたな。取った。場内にも困惑が広がっている。モテ角闘技よりはるかに広い闘技場だ。逃げようと思えば倍ことをすりゃ会社の信頼まで失墜しかねねえからな。決めるぞ、ヒヤマ。おや、アコヤ選手が構えを解いたぞ。イエス。当然、この構えはカノーアギトから、いわばアコヤオーダーメイドの構え。もう逃げられないよ、今井コスモ。痛み止め効いてないじゃん。真後ろに 2.2 メートル後退。アコヤ、時間をかけて攻め、翌日に戦力を削いでいこう。デイム、手の動きを先読みしてガオランの攻撃をかわしていたけど、最高じゃん。こんな強いやつと戦えるなんて。いや、まだ確証がない。ようだな。すごいよその子。わずかずつだけど反応速度が上がってきている。持つアコヤ、そして私の能力によくここまで食い下がった。選手、壁になって耐えるしかない状況だ。重心を、その一撃、待ちわびた勝機、この一瞬のため。三枚選手が優位に立った。いや、これはカウンター 0.1 秒にも満たない一瞬、反応的障害の事態を迎えていた。第一試合を検証、切り替える。タイミングを合わせればゾーンの完全攻撃。なぜこの男がここにいる。襲撃に備えて腕利きの護衛を雇ったのに。神妙にしろ。いかなる猛者でもバレたと。これは至って簡単な話だよ。最も決定的な証拠になる言動はつかめなかったが、違和感を覚え2回戦まで徹底的にあなたたちを探ってみた。いる症例は世界でも数件だ。檜山社長、このことが公になったところで高砂生命の信用が地に落ちることは確実だ。保険です。選択の余地はない。切れてんな、西本寺の旦那。返して。よぉ、クレイジー座敷わらし。アコヤ、だから、だから。ヒヤマ、次はないぞ、ヒヤマ。消え失せろ。腕は動け、剣はやられてない。これより正義を執行する。決断。デイム、
なんだあの野郎。して悪と定めた人間に死刑を加えてきた。ゾウとする悪の存在しない世界を作るためだんだ殺人の衝動に。アコヤ聖獣は深淵に囚われてしまったのか。